まあ、僕2015年に京都の一員になって怪我があったりとか、まあ、チームとしてもやっぱり苦しいシーズンをずっと過ごしてきた中で、まあ、2015年に加入した時もやっぱり J1 昇格っていう目標はもうずっと変わらず持ち続けてて、まあ、不甲斐ないシーズンばっかりだったんですけども、まあ、自分も試合に出場することができて、まあ、少しはチームの J1 昇格に貢献することができたのかなっていうふうには嬉しく思ってますし、その J1 昇格できたのも、まあ、張監督が来たからこそこういった目標が達成することができたんで、すごく嬉しかったですね。本当に昇格決まった瞬間はすごく、まあ、いろんなプレッシャーありましたけど本当にホッとしました。僕自身はそこまでその岩田さんに負けたからプレッシャーをなんか感じるようになったっていうのはなかったんですけども、最後だから結局3連続引き分けで無失点で抑えることができたんですけども、チームとしては得点を奪うことができずにシーズン終わっちゃって、若い選手なんかは、まあ、いつもより緊張してなんか動き硬くなってるなっていう風な感覚が後ろから見ててありましたし、プレッシャーなのかなっていう風なところも、はい、感じてました。まあ、自分はもうベテランの年齢になってきて、まあ、いろんなこうプレッシャーをまあ経験してきたというか、まあ、大分の時はプレーオフで昇格決めることができましたし、皆さんもご存知の最終節の13失点とか、まあ、いろんなこうプレッシャーだったりとか、そういった苦しい経験も自分自身してこれたので、まあ、自分自身的には そこまでプレッシャーは感じなかったですけど、やっぱチームとして思い切りの良さだったりとか、そういうのがシーズン終盤にかけてたのかなっていう風なところは、はい、感じてました。僕個人的にはもう試合に出れる時も出れない時も変わらないですね。もうこうやっぱり自分をどれだけ高めることができるかっていうところを、まあ、追求しながら日々トレーニングしていってるんで、まあ、試合になると、まあ、ベンチではこうチームを盛り上げたりとか、ファーストキーパーの盛り上げだったりとか、チームの盛り上げだったりとか、悔しい気持ちを押し殺しながらやっていってますし、トレーニングのところで言えばもうとにかく自分のコンディションを高めていくというか、自分のためにこうどんだけ追い込んで、まあ、辛い練習も、まあ、そこで乗り越えれる部分もあるんで、とにかく自分のコンディションだったりとか技術のために追求していくっていうところはもう試合出る出ない関わらず、はい、シーズン中はいつも意識してます。同じ状況ってやっぱり、ね、サッカーの中ではないですし、いつもと違うような状況が練習の中でもたくさんある、まあ、そういう状況を、まあ、意識したトレーニングももちろんしてますし、そういったところも一つ一つやっぱり大切にしながら意識してトレーニングできてないと自然とそれができなくて簡単に失点してしまったりとかもあると思うんで、日頃のトレーニング重要性っていうのは感じながらトレーニングしてますね。毎日クロス上げられるときはどこに相手がいてどこにボールが一番来そうだなっていうところの予測もあるんですけど、ヘディングだったりとかシュートを打たれる選手に対して目線をこう早く動かして、シューターに対して目線をやるスピードが遅れちゃうとやっぱりシュートに対しても反応が遅れちゃうんで、シュートを打たれる選手に対しての目線をやるスピードっていうのは、はい、すごく意識してました。まあ、コーチングっていうところもあって、まあ、チーム全体を引き締めたりとか、簡単にシュートを落とさないようなコーチングも得意ですし、まあ、あとは1対1のところは自信があります。優しくコーチングします。そういう時は強く言っちゃうと、ね、余計にシュンとこう気持ちがなっちゃったりする選手もやっぱり多いですし、まあ、そこはこう普段からコーチングの強弱をつけて、まあ、その選手の性格にもよるんですけど、まあ、この選手はちょっと普段ふざけてるから強めに言っていいなとか、
他の選手はちょっと言い過ぎるとへこんじゃうからちょっと優しく言おうかなとか、まあそういったところの、まあ、緩急とかも自分は意識して、はい、つけたりしてコーチングしてますね。まあ、J2 から J1 に上がって確実にクオリティの部分っていうのはすごく高いレベルになると思うので、自分たちの参加スタイルっていうのを高めながら最低限の目標である在留っていうところは、目指さないといけないですし、まあ、その中で一つでも上の順位を目指して、まあ、毎日やっぱり 100% でトレーニングしていた先にそういう目標も達成できると思うので 100% でトレーニングしていきたいと思います。兄が8つ上にいるんですけども、兄もキーパーをしていて、小さいもう時からずっと兄の試合を見に行ってて、サッカーを始めたのは年中とか年長ぐらいだったんですけども、兄がキーパーしてて止めてる姿を見てかっこいいなっていうふうずっと小さいながらに思ってて、もうずっとキーパー一本でやってきました。兄も滝川第二高校で、まあ、僕もそれを後を追うように滝川第二に入ってという感じですね。滝の監督である黒田先生、黒田和夫先生が、僕が中学校の時の兵庫県選抜の指導もされてる縁もあって、卒業して入学する前の段階から滝の練習に呼んでいただいてっていう感じですね。でそこから、まあ、すぐに A チームに選んでいただきました。そうですね、高校2年生と高校3年生と一応選ばれました。3年連続で高校選手権も出場することができて、まあ、1年生の時には1回戦で本田圭佑選手がいた星稜高校に負けちゃったんですけども、同年代のトップレベルにいた権田選手は中学校の選抜で一緒にやったのは中3とか高1ぐらいからだったんですけども、中1の時からあのナショナルトレセンっていう選抜にあのお互い選ばれてまして、まあ、そこであの僕は一方的にあのゴンちゃんの存在を知ってまして、そこからもうすごくやっぱり向こうは多分何とも思ってなかったと思うんですけど、僕は一方的にトップで同年代でずっと活躍されてたんで、すごくライバル視はしてました。でまあ卒業して大分トリニータに入って、その時の同級生は今名古屋の金崎ムー選手と同期入団でした。その時大分はもう J1 の舞台で西川修作選手とかもいましたし、まあ試合に出場することはできなかったんですけども、レベル高い選手とこうプレーを一緒にすることができて、すごくいい勉強させてもらってる日々を、はい、過ごしてました。プロ3年目に JFL だった、まあ、今のビラバンツ北九州がの前身チームであるニューウェーブ北九州というチームにレンタル移籍して、まあ、半年間移籍したんですけども、まあ、その年に J2 に大分トリニータも降格して大分トリニータに戻ってっていう感じですかね。でそこから昇格できた経験もありましたし、1年ですぐ J2 にまた戻っちゃったんですけども、まあ、J1 の舞台っていうのはすごく、まあ、やっぱり難しいステージだなっていうのはそこで感じることができましたけど、で2014年にアビスパ福岡にレンタル移籍して、2015年から京都サンガに加入しました。やっぱり僕自身もあの兄のそのセーブして勝つ姿を小さい時から見て、まあ、そういった姿がすごくかっこよくて、自分もキーパーになった経緯があるので、まあ、キーパーってどうしてもこうネガティブな印象を持たれがちだと思うんですけども、まあ、怖いだったりとか痛いとか、こういった苦しい状況だったりとか、どんだけ攻められてても一本のセーブでその流れを変えて勝利できるっていう、まあ、そういった素晴らしいプレーもあるんだよっていうのを見てくれて、まあ、それがきっかけでキーパーを目指す子どもたちが、まあ、どん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 増えていってほしいなっていうふうに素直に思うんで、まあ、そういったプレーを僕含めてキーパーの方たちでこうどんどん出せるように、日本のキーパー界を盛り上げれるようにこれからも頑張りたいなと思います。この動画がいいなと思ったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。